かくとかなんかそんな。この間長澤さんにね、あの写真送ったんですよ。めっちゃ受けてくれた。繋がって。長澤さんの知り合いの先生だ。あの受けてくれてたんで。あ、そう。へえ。受けられたよ。ねえ。ぜひぜひ。ありがとうございます。だったら、阿保市に来たらカフェドムッシュに今日は撮影に来ました。ありがとうございます。っていうのもこのシャツでね、この間ちょっとお茶しに来たら店員さんがめちゃくちゃ食いついてくれて、でなんか一瞬写真撮ろうみたいなくだりと、写真店に飾りますという。なんて愉快なお店なんでしょうということで、これはどうしてもみんなに広げたいなと思って、今日は名物のそうですね、アーモンドトーストこれ住んでても食べない、食べへんよね、地元住んでても有名ってテレビで出るんですけど、でも焼きたてなんでもう食べますね。いただきます。どうぞ。いいです、全然、はい、愉快な店員さんです。ほらほら、ほら最高。こんなん家でやらへんしね、家で作らへんし、甘すぎず、パンも美味しいよ、なんか甘すぎず優しい感じです。テレビでも紹介されましたアーモンドトーストのイメージの、誰が見とって楽しいねこれ。ただただ食べるだけの、お、来ました来ました、どうぞどうぞ、大阪ピラフ、ドーン、はい、すみません、来た、大阪ピラフ、ドーン、ありがとうございます。めっちゃ早いの、しかしこれ打つぞ、おかしいな、これこの山盛り、食べたけどな、そう、量もいっぱい、ボリュームたっぷりのカフェのムッシュ、今からゆっくり食べたいと思います。皆さんも来たらアーモンドトースト食べてください。どういう取り方してるの、ありがとう、
置いてへん。